島津彩でございます。いつも応援していただいてありがとうございます。今回初めてポップスだけのコンサートに挑戦をさせていただけることになりました。演歌を歌わないコンサートというのはやっぱり今まで37年ずっと演歌を歌わせていただいておりますので、なんかこうしっくりこないというか、不安なこともたくさんございますけれども、でも新しいことにチャレンジをさせていただけるっていうのはもう本当に幸せなことです。精一杯の思いで歌わせていただきたいと思います。ぜひ違った島津彩を見ていただけるように頑張りますので、お誘い合わせの上お越しいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。